関西を中心に活動する演劇集団劇団パッチは25日大阪サンケイホールブリーゼでカンテレとタッグを組んだ音楽朗読劇マインドリマインド IAM の公開稽古を行った。大阪公演は同ホールで26から27日、東京公演は来年1月28から31日に紀伊国屋サザンシアターで開催される。同作はある特定の香りから記憶が呼び起こされるブルースト現象の音楽版。登場人物はロボットエンジニアの主人公、僕の恋人の彼女、僕の友人でもある彼女の弟、僕が訪れるクリニックの医師の4人。劇団パッチのメンバーが公演ごとに組み合わせを変えて僕、彼女の弟、医師の役で3人ずつ出演する。彼女は谷村瑞希30と入山典子35がダブルキャストで演じる。初日の第1回公演で僕を演じる井上拓也25はいよいよ明日。今年舞台に立つのは初めてで緊張するけど稽古でやってきたことをお客さんに伝えられればと意気込みを語った。谷村は大阪は2日間その後が結構空くので気を緩めないように誰一人欠けることなく最後までできたらと話した。